いやなかなかね、一体何が起こったんだってね、みんな言ってて、モテさんにもお詫びしないといけなくて、はい、まあ、あの岩社長にもお詫びしないといけないんですけど、はい、もう正直言うと、どうで始まりました、モテチャンネル。さあ、今回ですね、超久しぶりに、はい、松原さんにおいでいただきました。どうも、こんにちは。はい、いやもうなんかね、雲隠れしたみたいに言われてますけど、まあ、ちょこちょこショートでは出てます。そうですね、動画自体は、はいはい、出ていますので、はい、YouTube チャンネルの方、はい、すいません出ております。はい、なんですが、なかなかね、一体何が起こったんだってね、みんな言ってて。そうですね、まあ細井さんあったりするんで、はい、どうしてるぞ、ね、みたいな感じで言ってましたけど、受験生版大学ですね。はい、そうですね、まあ、今もすごく人気があるコンテンツで、はい、まあ、よかったなと思う、はい、一方で、まあ、あの時あの結構もう正直言うといろいろ不安なこととか、はい、僕のキャパを超えること、うん、まあ、体大きいんですけど、はい、多分森田さんとか、ね、細井さんとか、まあ、岩井社長とかと比べて僕はキャパがそんなに大きくないのかもしれないと自分でこうちょっと自信なくすぐらい抱え込んでしまって。それ仕事のキャパなんですか、心のキャパですか。受験生版タイガーファンディングに対する不安とか、ああ、はいはい、まあ、運営の、はいはい、まあ、悩みというところで、はいはいはい、いろいろこうリスクを考えたところもありましたし、はいはいはい、僕自身がある意味僕よりもはるかに大きい存在のトラをコントロール、まあ、できるはずがないなっていうでそうすると僕の企画であるけども、まあ、僕のキャパを超えたところの問題とか今後起きてきたら、はいはい、まあ、ちょっと対応しきれないし、やっぱここはもう僕よりも、まあ、岩井社長がしっかりやっていただけた方が、まあ、みんなにとっていいのかなと。おー、なるほど。まあ、僕が初めてね、あのこういう企画したいと思ってやったんですけど、はい、僕自身のキャパを超える事態が、はい、結構その見え隠れし始めて、うんうん、ちょっとこれはもう見ひどいなと。まあ、まあ、そうですね、はい、巨大なコンテンツになってましたしね。そうですね、影響力もすごくありましたし、はい、一番再生されてるやつは多分700万再生とか3本でいってますし、はいはいはい、まあ、他にもまあ、森田さんのね、出されてるショート動画でも、あ、はいはいはい、数百万再生とかありますから、はいはい、まあ、すごいことだと思うんですよ、本当に。で、あるがゆえに、逆に、まあ、いろいろ不安になっちゃったっていう。まあ、はいはい、そのね、仕事自体もね、やんなきゃいけないことめっちゃいっぱいあったんで、うん、あ、そうですね。はい、で、まあ、で、会社作ったりして、はい、で、いわゆる、まあ、僕が抜けたら僕がやってたことがね、はい、降り注いだわけですし、そうですね。裏方やってましたから、はい、この動画チェックしてくださいって来て、いや、なんで出てないのにチェックしなきゃいけないんだ。跳ねのけましたけど。そうですね。あの、僕、モテさんにもお詫びしないといけなくて、はい、まあ、あの、岩社長にもお詫びしないといけないんですけど、はい、まあ、なんとかみんな、うまく仲良くやっていけるように、うん、自分なりに動いたことが、はいはい、アドとなったこともあったので、ね、そうですね、逆になりましたね。はい、はい、それも本当にあの責任感じたところです。はい、まあ、優しい方なので、まあ、皆さんに話を合わせたら、うん、逆に溝が広がって、そうですね、だからその優しさはもうちょっと最近捨ててます、ね、捨てたんかい。それで、まあ、溝がね、うん、広がったっていう、ね、はい、形もあって、そうですね、小林さんにも大変なんかそのね、うん、中間役で、はい、かなり森田さんに誤解を解いていただいて、ね、岩井社長に誤解を解いていただいて、はい、本当に助かったと思ってました。ありがとうございますと。ね、はい、そういう感じでしたからね。ああ、そうだったんですね。細井さんもなんかいろいろ気にしていただいて、ああ、そうですね、動画を出していただいて、はい、まあ、本当申し訳ないっていう、うん、気持ちでしたね。それで、まあ、ぶつかってね、僕がいなくなった時もずっとね、うん、密にね、連絡をこう取ってくれていましたし、あ、すいません、はい、はい、もうすごい優しい方だなと、うん、はい、やっぱりその、ね、森田さんと考えて始めた企画でスタートしてますから、はい、まあ、森田さんが一時こう出られなかったとしても、いや、もう僕らはちゃんとつながってますよと、うん、一緒に考えてやっていきましょうっていう、はい、でもみんなその思いを持っていただいてたので、まあ、あとはタイミングかなと思ってたんですが、まだね、実は気持ちの整理が少しずつできては来てるんですけど、おー、そうなんですね、徐々に話せるタイミングで話していこうかなと思いますし、まあ、あんまり今何かをかき乱して、うん、実はこうだったんですよとか、はいはいはい、あ、そんなこと一切ないので、あ、なるほど、はい、また何か話せることがあったり、まあ、視聴者の方が聞きたいことがあれば、うん、またコメント書いていただければ、うん、いいですよ、今喋ってとか。まあ、そうですね、話せることは異常なぐらいあるんですけど、逆になんかご質問、まあ、どうからの僕が復帰するみたいなね、復帰だみたいになったのに、はい、
機動画が出る頃にはもう僕は出ないし、はい、松原さんもいなくなるって決まってるみたいな感じだった、ね、決まったとか、まあ、そうですね、そういう感じだったっていうね、はいはい、勝手にまあ自分を追い込んだの部分もあるかもしれませんけど、はい、精神的には余裕がなくて、うん、まあ、そうですね、いわゆるまあいろんな人にこうね、こう常に連絡 し合ってて、はい、うん、ごちゃごちゃになってたっていうのが ね、 そうですね、もう誰に何を連絡したかもごちゃごちゃになってる状況だったんでね、はい、そうですね、してね、してはいけない連絡をしたっていうことですよ。ああ、まあ、そうですね。ね、連絡をしちゃいけない内容を連絡しちゃいけない人にしたみたいな感じだと思えば。ああ、そうですね。まあ、そうだと思います。それも、本当にこう、ね、感謝してたし、はい、尊敬している相手でも、はい、やっぱり心の余裕がなくて、もう頭がうわーってなってる時に、はい、ちょうどこう、自分の心の統制が効かなかったことが、統制というか、もう集中力途切れて、もう間違いまくりの大失態。そうですね、はい、そんなこともありましたけど、はい、こうみんながズテーってなりましたけどでもまあ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 そういうもんですから、はい、それはそれ、ただまあそんなことじゃ倒れないっていうのがね、はい、松原さんだと思うんで、はい、そうですね、まだそういったのは諦めてないんですよね。そうですね、やっぱり今その頑張ってる受験生を応援したいっていう気持ちはありますし、普段そのスポットライトを当たらない人たちにスポットライト当てて、はい、でその人がやる気を持って頑張っていく姿を皆さん届けたら、うん、皆さんも勇気とやる気をもらえるんじゃないか、与えられるんじゃないかなと思って、そういう企画はちょっとずっと考えてはいるんですけど、やっぱり自分のコントロールを超えない範囲でまずは小さくでもいいので、はい、何かできないかなってずっと、はい、まあね、萌田さんにも相談してたと思うんですけど、そうですね、ということで新企画、はい、ということですね、はい、いや時間かかりましたね新企画。そうですね、ちょっと8月でしたよ撮影したの。そうですね、8月の終わりでしたが、はい、今もう11月です、はい、なかなか、ね、今もまだこの時点では編集はまだ完成しきれてない、はい、そうですね、まあ、これぐらいこだわって作ってしまうと、はい、うん、まあ、生産性というか、はい、コストに見合うかどうかっていうのはかなりあれなんですけど、はい、まあ、最初の一歩目なんで、はい、まあ、いろいろこう詰めて詰めてやってもいいのかなと思いながら、はい、受験も始まるのでそうそう出さないと思う。そうですね、はい、まあ、志願者がいて、そして彼をって言っちゃいましたけど支援するかどうかみたいなね、そうですね、はい、いう感じになったんですが、企画名は何なんですか。ジャッジメント、はい、ジャッジメントっていうことで、あとサブタイトルなんでしたっけ覚えてないです、あなたの夢叶いますみたいな、あーということで企画始まるんですけど、はい、なんとですね、ジャッジする側、まあ、僕らね2人に加えて、はい、他に出てくれたのが、そうですね、異色の人もいますし、そうです、ね、おーっていう人もいますね、いやもう全然出しちゃっていいと思うので、はい、ここに挟みます、はい、そしてジャッジは武田塾イングリッシュディレクター、知のスペシャリスト森田哲也、教育戦略株式会社代表、仏の心を持つ松原和樹、現役東大生 YouTuber、 この男の言葉はカミソリ、ベテランチ、裸一貫で人気 YouTuber になった男の言葉は重い、メサイア。まずベテランチさん、はい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 、ちょうど細井さんとも、ね、コラボをされてた、はいはいはい、そうですね、あの時期でしたね、なんか細井さんポジションを行くみたいなイメージの感じと思ったんですけど、はいはいはい、理科三類の現役の YouTuber ということで、そうですね、やっぱり鋭い目線で志願者のことを見てくれるんじゃないかなということでお願いしまして出てくれました、うん、はい、そして元禁断ボーイズのメサイアさんが出てくれます、はいはいはい、そうなんですよ、なんとね異色異色ですね面白かったですね、はい、やっぱり一度YouTuber としてトップまで上り詰めた人ならではの観点というか、うん、はいはい、途中キャラ崩壊したのも面白かったどの程度使われてるか分かんないけどはい、そういうのもあったんで、はい、ベテラン氏と、はい、メサイアさんの方はね僕はブッキングして、はい、どんな感じになったのかね、はい、見てもらえればいいんじゃないかなと思って、まあ、あとはちゃんとね学力測る機会を作ろうっていうのがね、そうですね、それが僕の言ったことで、うん、まあ、模試の結果持ってきたってそれが本当か分かんないし、はい、またこんなこと言っちゃいけないそうし分かんないし、そんな口頭でねこうこれぐらいって言っても分かんないんで、ちゃんとじゃあその場で解いてもらえばいいんじゃない、実際に解いてもらいました
ね。そうですね、ある程度こういう問題は出しますよぐらい伝えておいて、うん、はい、それで、まあ、ただ問題の内容は知らないっていう状況 で、ね、まあ、やらないとやっぱ本当かどうかわからないし、そうですね、いう感じでやりました、うん、はい、はい、そういう企画になりますので、はい、まあ、今後志願者のもっとこう松原さんが訪ねていってみたいな動画も流れますので、はい、そうですね、はい、こちらも、はい、ぜひ楽しみにしてみていただければと思います。はい、はい、ということで、まあ、結局何があったのかっていうのは、まあ、松原さんがガーッとパニクって間違ったものを送って激怒されたということでした。いや、まあ、それは一つきっかけとは知らないと思うんです。そういうまとめをされるときとあの問題があるから、まあまあまあ本当にね大変だったと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、お疲れだったと思います。まあ新しい方ではね、はい、志願者の方が出ていただけるかどうか含めてかなり慎重に、そうですね、はい、出ますので、あとはそうですね、はい、まあ、やっぱ受験生ばかりどうしてもね、あの関東側になっちゃったんですけど、はい、まあ、はい、西日本で撮影しておりますので、そうですね、西日本の方、応募いただければいいんじゃないかと思っております。はい。はい、という感じでした。はい。あ、だからね、第1回目は英語と、はい、数学やってますので、そうですね。数学の方はね、はい、ベテラン氏がチェックしておりますので、はい、こちら見てもらえればいいと思います。はい、ぜひ皆さんもね、一緒に考えてもらってもいいかなと思いますね。はい、ですね。まあ、多分、別動画として解説しているところとかもあると思いますので、はい。見てもらえればと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。